株式会社シナジープラスの亀島です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。亀島さん、ありがとうございます。はい、こんにちは。シナジースクエアの2階シナジープラスより参りました、はい、林です。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に分かりやすくね、まあ、ある意味あの亀島さんが専門的にカッチンとこう骨格をね言っていただけると、まあ、また林さんが我々みたいな、はい、本当にこう、ちょっとこう本当に財産あるなしとか関係なく、はい、知識として得たいなっていうところをね、はい、すっとこう教えてくれるっていうのはね、うん、ありがたいので、本当にお二方が今日番組にねご出演いただくことが本当にありがたいことでございます。この、番組は毎月1回、お届けしておりますので、うん、もちろんタイムズ住宅新聞もね連載をしておりますので、その流れに沿いながらやっているということでございます。はい、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。今回はタイトルが、はい、負の相続回避、はい、なんかまたこの前ちょっとね話しました、はい、あの負の財産っていうのもありますよねみたいな話をしてます。まさにそのお話でね、はい、負の相続回避、鍵は整理ということで書かれてましたね、はい、ちょっと、大まかに今回のコンセプトをちょっと伺っていきたいなと思います。まず亀島さんの方から、うん、はい、相続の財産ってやっぱ親代々から守ってきた大切な財産なんですけども、うんうん、やはり時代とともに全てがプラスの財産かっていうとそうではなくて、あの前回にもご説明したんですけども、はいはい、やっぱ分析をした中で、うん、まあ、整理する財産どういうことかっていうと、うん、この財産をそのまま渡しちゃうと、うん、結果として他の財産、いい財産を売却して維持するためにもらってしまうような、あ、簡単に言うと収益も出てない、はいはい、なかなか取り返しが、うん、まあ、取ることができない財産、うん、まあ、借地とかそういうのもあるんですけど、はいはい、そういったのを、まあ、あの整理をするっていうところがポイントですよ、うん、で今回書いたのはこの、じゃあ整理って何なの、うん、あ、そうですね、どうしたらいいのっていうところを、うん、もう少し具体的に4パターン、まあ、簡単に4パターンなんですけども、うん、分かりやすくちょっと書かせていただいてます、はい、普通にね我々よく聞く話は、うん、まあ、あの、はい、例えばね軍用地のね、うん、あの財産を持ってると、うん、まあ、3代でなくなるよとか、はい、いうような感じで、まあ、逆に整理していったらなくなっていくんじゃないかなと思ったりするところも反面あるわけなんですけども、うんうんうん、はい、今回はそうではないという、なんか負の相続の回避っていう言葉、この回避っていう部分はなくすということですよね、うん、基本、まあ、なくすっていう方法も一つなんですけど、うん、なぜかというと、うんうん、昔と違って今固定資産税もどんどん上がって、あ、はい、単純にやっぱ財産を維持するためには経費がかかってるんですね、実は。だけど、あ、なるほど、はい、プラスの財産からマイナスなる経費を払ってるから維持できてるだけで、うんうん、これをやっぱり分けていった時に、はい、マイナスが多いプラスが出てない財産をもらう子供からすると維持するためにかかる、なるほど、まあ、簡単に固定資産税ですよね、どうするかとなってくると子供の、うん、自分がこあの、はい、相続されてない子供自身の財産がマイナスになっていく可能性があるという、もう十分ありますね、あ、はい、そういうのが負の相続ということになりかね、そうですね、避けることでこれを回避する、はい、維持することが可能になってくるっていうところもあるので、なるほどね、とても重要なポイントですね。あ、はい、あのよく負の相続とか、うん、負の相続財産っていうと、うん、一般的に借金、うん、これはもうよく知られてると思うんですよ、まあね、借金普通言いますよね、はい、借金は、うん、あのまあね、引き継がないって方法ありますよっていうのは知られてると思うんですけれども、うんうん、目に見えないところで、ちょっとごめんなさい、はい、林さん、負の借金を引き継がない方法ってあるんですか？だって親がなんか借金してたら子供に来るって普通言うじゃないですか。はい、これできない。先生どうしましょうか。あの一つの方法としては、はい、放棄っていう言葉よく聞くと思うんですけども、ただ放棄って、うん、前もうプラスもマイナスもっていう、はい、でも相続自体なかったものとする形なので、うん、結局何も残らないんですね。